夜は短し歩けようとめは、森見、登る彦による、長編小説。2006年11月に、角川書店より出版された。第20回、山本周五郎賞受賞作品。第137回、直木賞候補。2007年本屋大賞。第2位。2017年2月時点で累計売上130万部を超えるベストセラーとなっている。 京都大学と思われる大学や周辺地域を舞台にしてさえない男子学生と無邪気な後輩女性の恋物語を二人の視点から交互に描いている。開革にあふれる作品で時に現実を逸脱した不可思議なエピソードを交えている。古典文学や近代史からの引用が多く、タイトルは吉井勇作詞のゴンドラの歌冒頭から取られている。 文庫版が2008年12月に角川文庫から発売された。また口述の映画公開に合わせて、児童向けに、振り仮名や、挿絵などを加えた進化規範が2017年4月に角川翼文庫から発売された。湯浅正明監督により、アニメーション映画化され、2017年4月7日に、全国公開された。 第41回オタワ国際アニメーションフェスティバル長編部門グランプリ第41回日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞受賞。単行本角川文庫、角川、翼文庫2017年3月15日よりオーディブルにて暗黒愛祭の朗読によるオーディオブックが配信開始された。 同名タイトルのアニメーション映画が2017年4月7日に全国公開された。原作は森見、昇る彦による同名小説。1年間の物語だった原作の物語を一晩の物語として再構成している。キャッチコピーはこうして出会ったのも何かのご縁。劇場版クレイオンしんちゃんにシリーズ初期より参加。その後、マインドゲームや ピンポンザアニメーションなどを手掛けてきた、湯浅正明による、長編アニメーション作品。湯浅監督に加え、脚本は、上田誠、キャラクター原案は、中村雄介、主題歌は、エイジアンカンフージェネレーションが担当するなど、本作と同じ森見、昇吉彦原作のテレビアニメ、四条半身話体系の制作陣が再集結した。 第41回オタワ国際アニメーションフェスティバル長編部門グランプリ第41回日本アカデミー賞最優秀アニメーション映画賞受賞作品一年前から同じクラブの後輩である黒髪の乙女に恋をしている先輩は彼女という城の外堀を埋めるべく日々彼女を追いかけなるべくその目に留まろうと中目作戦を実行していたしかしその 黒髪の乙女は、なかなか、先輩の思いに気づかず、好奇心のままに、夜のポント調を歩んでいった。二人は、それぞれの場所で奇妙な、人たちと出会う。酒の席、古本市、学園祭と、二人それぞれが不思議で奇抜な、長い夜を過ごすこととなる。本作の企画自体は2010年、同じく、森見原作、湯浅監督のテレビアニメ、 四畳半神話体系の放映終了後まで遡る。当初は四畳半位に続き本作も制作される。計画が立ち上がったが、初版の事情により企画が立ち消えとなってしまう。その後、時を経て、湯浅の元に企画が戻ってくることとなった。その時期は、2017年5月公開の湯浅のオリジナル作。 夜明け告げるルーの歌のプリプロダクションをしていた頃に、当たり、制作スケジュールについて、湯浅は3年くらいかけて2本作った感じと語り、ほぼ同じ作画スタッフに、ルーを得たらそのまま、夜は、端子に移ってもらって、ボスプロは2本まとめてやりましたと説明している。2016年10月、主人公、先輩役に、星野源がオファーされた。星野はもともと、 湯浅監督作品のファンでもあったと語り、オファーされた経緯について、以下のように振り返っている。湯浅正明監督からある日、直筆の手紙が送られてきました。星野源さんに、主人公を演じていただけたら、絶対に面白い作品になりますと、直筆にてオファーの言葉がありました。映画、マインドゲームを見た12年前のあの日から人知れず、 湯浅監督作品を敬愛していた私は、お断りする、選択肢が浮かびませんでした。主題歌を担当した、エイジアンカンフージェネレーションは、甘酸っぱくも不思議な世界観の作品に馴染むように、ちょっと変だけど爽やかな曲を書きましたとし、新曲、荒野を歩けが書き下ろされた。毎日新聞では、見れば、それとわかる湯浅正明監督の絵は、本作でも、 失走感あふれ、変人ばかりのキャラクターとも、相まって、独特の世界観を形成している。普通のアニメとは、かけ離れた、シュールでポップなガチョウと動き。あの原作をよくぞこうした、とびっくり。改作にして、改作と称賛された。森見、登る彦の作品の2010年に、オンエアされたアニメ版の、四畳半神話体系では、第1巻、第3巻。 第4位巻に映像特典として収録されている短編 OVA がある。こちらは夜は短し歩けようを彷彿させる登場人物たちが数々登場するものとなっており、第3巻収録の地面潜行長、女ゆえに特に顕著である。ありがとうございます。